最初ヒズコールは2004年20人でした。でも2018年になって今250人になっています。洗礼者は延べ人数350人です。皆さん、このグラフは何でしょう。私たちは人数を増やしたいんじゃないんですよ。ここには250のストーリーがあるんですよ。だから皆さんに最後本当に使命を掴んでほしいです。クリスチャンとしてキリストの体の一部となって、あなたは何を貢献できますか。私は本当に生きる意味が分からなくって15歳で死のうとしていました。その時に兄が教会に誘ってくれたから私は生きています。日本には 99% そのようにさまよっている人ばかりです。でも私に何ができるのと多くの方がおっしゃいます。皆さんの中にはたくさんの賜物を神様くださっています。一人のストーリーの一部に皆さんなってほしいです。あなたがキリストの体の一部となって何ができるか祈ってほしいです。神様はあなたに全能の神として現れてくださる。信じましょう。